さあ皆さん、一セット目取られしましょう。小川選手、VOM 受賞、そしてチーム16勝目、おめでとうございます。ありがとうございます。はい、ぜひ今のお気持ちをお聞かせください。1セット目は結構入りが良かったんですけど、3セット目はスタートのところがやっぱりビクトリーナさんが粘り強さでちょっと押される部分もあったんですけど、それに粘り負けしないように最後まで自分たちのバリができたことが今日の勝因につながったかなって思います。はい、本当接戦の中勝ち切りました。そして小川選手、クイックや素晴らしいアタック、チームの勝利に貢献されていました。今日はこの会場にたくさんの子どもたちが来ています。バレーボールが大好きで上手くなりたいと練習に励んでいるお子様もたくさんいると思います。どのような練習をしたら小川選手のような選手になれますかね。やっぱり普段の練習がすごい大切になってくると思うんで、そこは普段の練習をしっかり努力すれば、はい、いい形でできると思うので、そこは普段の練習が大事なのかなって思います。はい、ありがとうございます。今日ね、この会場でプレーを見た子どもたちから努力をされて V リーガーになることを嬉しいですよね。はい、それでは今日この会場にお集まりいただいた皆様へ最後にメッセージをお願いいたします。今日はたくさんの応援ありがとうございました。今週で1、2レグ終わって1周空いてまた3レグと入りますが、後半戦も全員で頑張ります。応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。以上、勝利者インタビュー、東レアローズ小川絵里奈選手でした。おめでとうございます。ありがとうございました。